こんばんは。マネックスアセットマネジメント株式会社流れと申します。本日はオンコンパスがサービス開始から6周年を迎えたことを記念しまして、オンライントークイベントを開催いたします。オンコンパスがどんなサービスか、6年間でどう成長してきたかなどが分かる内容となっておりますので、ぜひ、ご覧ください。そして本日は特別ゲストといたしまして、先ほどセミナー開始前に表示していましたオンコンパス6周年特設サイトのメインビジュアルを書いていただいたイラストレーターの東京メロンボーイさんをお呼びしております。それではよろしくお願いします。こんばんは、東京メロンボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、東京メロンボーイさんがどんな方なのかということをちょっと簡単にご紹介させていただければなと思います。はい、改めましてイラストレーターの東京メロンボーイさんということで、イラストレーション青山塾にて木内達郎さん、船橋善治さんに指示をされまして、その後木内達郎さんが主催するイラストレーションスタジオペンスチに、所属されています。で、国内の書籍や雑誌、音楽、広告などの、イラストを幅広く手掛けていらっしゃいまして、アメリカンイラストレーション41セレクテッドソサイティオブイラストレーションズ、6364入選、3×3 インターナショナルイラストレーションアワードナンバー17シルバー、ボローニャ国際絵本原画展入選など数々の賞を、受賞されましたイラストレーターさんになります。本日は改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、今日ですね、せっかく東京メロンボーイさんにお越しいただいたと聞きましたので、ちょっと過去書いた、作品についてもいろいろご紹介させていただきながら、こんなイラストを描いている方だよというのをお話しさせていただければと思います。はい、じゃあまず1枚目なんですけど、こちら看護教育ってありますけど、これ、はい、なんか雑誌か何かなんですかね。そうですね、これ医学書院っていう出版社から出ている看護の専門誌なんですよね。なるほど。なんか看護学生さんとか読まれる、看護の、看護師で、ナースを育てる側 の, あの先生が読むっていう、結構そのマニアックな雑誌なんですけれども、その雑誌の表紙を去年1年間、はい、僕はイラストを描いてました。なるほどなるほど。これ結構そういうなんか本だとどうしても看護師さんの方とかが出てくるイラストが多いのかなと思いきや、全くこう看護とかっていう印象はないものなんですけれども、これ左側とかってどういったイメージで描かれたんですか。まず打ち合わせの時に、1年通して、人が暮らす風景っていうのを描いてほしいっていうふうに聞きました。それから考えて、その一応看護っていう雑誌なので、医療ということを考えると、その医療っていうのは、立場だったり、教育だったりが違っても、もう全ての人に関わることだと思うんですよね。なので、特定の誰かというよりも、多様の誰かというのを書きたくて、書いてました。それに今回、12回書いたんですけれども、それを通してあまり普段絵に描かれない人たち、あまり取り上げられない人たちを描こうと思って描きました。例えば、左側の絵であれば、2人人物がいると思うんですけれども、左側の子が義足なんですよね。あ、そうなんですね。義足ってどうしてもその絵に描こうとすると、解除される側する側みたいな、そういった描かれ方をすることが多いと思うんですけれども、なんかそういったマイノリティ性とかをピックアップせずに、むしろ日常性にフォーカスして、なんていうかな、境遇は少し違うんだけども、2人が同じ目線で、肩を並べて、学校に通っているっていう、そういった日常を、はい、書きました。なるほどなるほど。そうなんですね。これ結構なんというか、イラストのタッチとかっていうのはもう好きなように結構描かれたみたいな感じですか。はい、ですね、この時は基本そうですね、自由に描いたんですけども、やっぱりやっぱりその医療とか結構硬いので、あんまりそう硬くならない感じで、こう柔らかいというか温かみのあるタッチで描いてほしいっていう内容でした。なるほどなるほど。なんかこう左の絵なんか光の感じとかも、こう結構僕らが日常でなんとなく感じるような、こうワンシーンな雰囲気もあったりとか、右側もちょっとなんかこう
シニアの方の旅行みたいな、アクティブなシニアの方なんですかね。なんかこうすごくこちらはまたちょっと違った視点から書かれていて、なんか素敵な、本当に素敵な絵ですね、温かいですっていう、あの、はい、コメントもいただいてますけども、 ありがとうございます、はい、本当にまあ素敵な絵だなというふうに思ってます。はい、であとは、またちょっと雰囲気が違う、ちょっと暗めの絵なんです、はい、これはどういった形で書かれてるんですか。これは、海外の仕事で、アメリカのレコード会社が配信をしている、うん、あの曲に描いた絵になります。なるほど、曲のジャケットみたいな。そうですね、曲をもらって、まあ、大まかな作曲家だったりディレクターの方からあのイメージをもらって、まあ、それをもとに絵を描きました。曲を聞かれてこうちょっとこういう感じかなみたいな。そうですね、はい、なるほどなるほど、こういうお仕事は結構楽しそうというか、なんか自由度が高そう。そう、割とこれは結構、まあ、自由に描かせてもらったので、はい、楽しいシリーズでした。ありがとうございます。でこちらまたちょっとテイストが違うと言いますか。そうですね、エッチな感じ、はい、な感じが。これはあのポーランドにあるゲーム会社が作ったあのサイバーパンク2077というゲームの作品に対して、その、プロモーションに描いたイラストになります。うん、なるほど。これはもうタッチとかもそのゲームに合わせてみたいな感じ。これがサイバーパンクっていうあのゲームなんですけれども、はい、そのサイバーパンクの、まあ、世界観をあまりゲームとかを気にせずに、まあ、僕が考える、まあ、サイバーパンクの世界観を描いてほしいっていう内容で依頼をもらって描きました。なるほどなるほど。じゃあ、あのメロンボーイさん考えるサイバーパンクとはこんなものかみたいなのをイメージしながら描かれてる、はい、そうですね、はい、はあ、なるほど。なんかちょっと渋谷とかそんな感じなんですか。あ、まさにそうなんですよ。やっぱりサイバーパンクっていうとその、まあ、看板がひしめきあったりだとか、そういうネオンサインとかそういった街のそういう喧騒を僕も考えたので、うんうんうん、その日本でいうと、まあ、新宿の歌舞伎町だとか渋谷とかあの秋葉原みたいな、そういった街をまあ合体させて背景に描きました。なるほどなるほど。なんかこれ素晴らしい、なんかまた違うタッチでいろいろ描かれてるっていう感じですね。ありがとうございます。で、そもそもなんですけれども、はい、なんかこうイラストレーターを目指されたきっかけみたいなところって、はいはい、なんかあったりされるんですか。一番初めに意識をしたのは、うん、中学生の 頃くらいでした。もともと僕その本が好きで、はい、まあ、よく読んでたんですけれども、本はその表紙だったりあの、まあ、挿絵みたいなものが書いてありますよね、はい、そこでその物語に絵を描く仕事を知りました。うんうん、それからその憧れてはいたんですけれども、その進路を考えるときにあんまり僕はその協調性があんまり子供の頃からなくて、あんまりそういう、何かそう企業に就職するイメージが僕はつかなかったので、はい、かといってその勉強が特にできるわけでもないし、まあ、スポーツがまあ得意ってわけでもないし、でも絵であれば、まあ、得意かどうかは別として、まあ飽きずに楽しめるかな、追求できるかなっていう、そういう思いで一応イラストレーターっていう仕事を意識して目指したと思います。はい、うんうん、それで、まあ、あの学校卒業されてその美術系の学校とかに行かれたとかなんですか。あ、そうですね、一応僕で、うん、そうですね、あのイラストレーターに、まあ、そのなろうって本当に思った時は青山塾って学校に行ったんですよね、はい、そもそもイラストレーターってなり方がはっきり決まってないんですよね。そう、特にその資格もいらないし、うんうん、あのまあ、別にそういう弟子入りだとか下積みは特にいらないんですよね。なのでそう、僕何方か分からなくて、はい、でその、まあ、イラストをいろいろ見てはいたんですけれども、そのイラストの専門誌雑誌とかに、まあ、広告が載ってたんですけども、うんうん、その広告にその青山塾のことが書いてありました。で僕はそのイラストで言うと木内達郎さんって方が好きで、はい、その木内さんの、がその青山塾で講師をされてることを知ったんですよね。なるほど。でこの方にあのイラストを教えてもらいたいなっていう気持ちで青山塾を、はい、入学しました。なるほど。じゃあもうこの人みたいな絵、この絵が素敵だなと思ってその人が先生やられてるっていうのがあるって分かって、うん、そうですね、やっぱりなんか自分が好きな絵を描く人にこう教えてもらいたいし、あとその
なんていうか、その仕事としてもすごくそのいい仕事をされている方なので、そういう自分が憧れている世界を知っている人に教えてもらえれば自分もその世界に近づけるんじゃないかっていう気持ちがあったので。なるほど、はい。まあ、もし今日メロンボーイさんも出られているのでイラストレーターにこれからなりたいとか、もうちょっとうまく描けるようになりたいみたいな方が聞いてらっしゃると思うので、まあ、結構なるほどという、まあ、一人一人違う道が多分あると思うんですけど、一つの道ということですよね、はい。でその、まあ、塾に行かれて書いて行って、いきなり結構雑誌とか本とか広告のお仕事とかってやりたいお仕事ができるようになったんですか？はい、いやそんな簡単に思い通りいかなくて、僕一応その青山塾入る前に就職をしてるんですよね。なるほど。そこではそのデザインだとかDTP の仕事をしていたんですけども、うんうん、どうしてもその、イラストの仕事をしたいって気持ちが消えなくて、はい、でそれでその、まあ、会社を辞めて、その貯めたお金でその青山塾に通いつつ絵を描いたのが、その2年弱ぐらい何もせずに描いてたんですけども、でそんな簡単にそのイラストの仕事は得られなくて、うんうん、それかアドバイトとかをしながらやって、まあ、徐々にですかね、徐々にイラストの仕事ができたって感じですかね。なるほど。はい。なんかすごい勇気があるというか、お金をしっかり夢のためにあるって貯めて、うん、で2年弱書き続けてたっていうのがこうすごいというか、不安とかってやっぱりいやもちろん不安はたくさんあるんですけども、はい、なんというかその後戻りできないみたいな感じがあってもう会社を辞めちゃったし、うん、そうやっぱイラストレーターにならなきゃ多分ダメだろうなって気持ちがあったので、そうですね、あんまりそういう迷いとかはなくて、なろうって気持ちしかなかったですかね。なるほど。はい、一心不乱に書き続けたみたいな。そうですね、その頃は結構そうですね、やってましたね。はい、かなりこう気持ちに力がいるというか、まあ、精神的にタフじゃないとなんか続けられないのかなという気もまあしましたけど、まあ、今働きながらね、当然目指されている方とかもしかしたら聞いていらっしゃるかもしれないんですけど、どうですかね、会社は続けながらできるのかできないのかみたいな。で多分できます。そういう人もたくさん僕の周りでもいるの で、 ね、できるんですけども、やっぱりそういう場合っていうのはその就業時間とかありますよね、はいはい、それが、まあ、自由が利く人であればできるんだけども、なかなか難しい場合はやっぱり絵を描く時間ってどうしても時間が必要なので、そう、時間がまあ確保できるのであれば全然できると思いますかね。なるほど、うん、まあ、人によってこう確保できる時間があればみたいな。そうですね、やっぱその人の生活とかによりますかね。ありがとうございます。まあ、本当に今日ね、こういうイラスト描きたいって、こういうお仕事したいって思われてる方も多く、聞いていらっしゃると思うので、参考になる部分もあったんじゃないでしょうか。チャットとかいただければ、また質問と最後にお答えさせていただければと思います。今ねチャットでコメント来ていて、東京メロンボーイって名前の由来が気になるっていうのでちょっと教えていただいたりしてもいいですかね。そうですね結構そのそうですね、まあ、簡単にまあお伝えすると、その僕イラストレーターに、まあ、本当成り立ての頃に贈り物もらったんですよね、はい、贈り物がすごくそのもらって、それがまあ段ボールだったんですけども、はい、ちょうどそのサイズ感とか重量感がメロンが入っていく感じの重さだったんですよね。なんかそれがすごい嬉しくて、てっきりメロンって勘違いしてワクワクして開けてみたら全然違うものが入ってて、 そう、それを僕アトリエに所属してて、アトリエの先輩たちにこう話したら、そう、あだ名にメロンボーイっていうふうにつけられて、それが結構未だにこう生き続けてる感じですかね。なるほど、はい。東京っていうのは何ですか？あ、東京っていうのはそのアトリエの近くに東京メロンパンっていうそのメパイヤができて、なるほど、それもそれですかね。なるほど、はい、料理つけようっていう話で、はい、メロンボーイになり、東京メロンボーイになりました。いやでも素敵な、なんかお名前の由来っていう結構ハマってる感もあるので本当私も気になってたので、はい、お聞きできてよかったです。ありがとうございます。で、ちょっとまた画面を大きくしていただいて、今回オンコンパス6周年ということでこちらの絵を、まあ、描いていただいたんですけれども、はい、まあ、これ初め我々からお話しさせていただいて、こうオンコンパスの6周年の絵を描いてほしい、はい、記念ので、まあ、ちょっと意識された部分とか、なんかもらった時に感想だったりとかって、うん、どんなものがあったりされました？まあ、テーマとしてはその、
6周年ということで、今までのその、まあ、軌跡というかその積み重ねと、まあ、これからの展望というかその成長性みたいのを、まあ、書いてほしいっていうふうに伺って、そう、僕の手元に来る前に先にそのディレクターらでデザイナーの方が、まあ、大まかな、はい、枠組みみたいなのを決めてくださってて、はいはい、それでその僕はいただいたんですけども、そうですね、それからその、手前のこのカラフルな、うんうんうん、虹のグラデーションで今まで の, そう積み重ねとかそういう、まあ、功績みたいのを表現して、その奥にある、まあ、光のイメージであったり灯台っていうその道しるべのようなものを置いて、そのこれから明るい何て言うかね、サービスをできるようにって気持ちを込めて、うんうんうん、はい、書かせていただきました。なるほど、ありがとうございます。本当にこうこれまで6年っていうのが、まあ、長いか、まあ、短いかは置いておいて、うん、まあ、この6年間しっかりオンコンパスが成長してきたっていうのをこう虹色っていうことで表現していただきつつ、こう未来も明るいよっていう感じ で,、うん、はい、で未来暗かったらちょっと悲しい感じになってしまうので、うんうん、本当に私も初めて拝見した時にはすごい素敵な絵だなってやっぱり思いましたし、なんかマネックスの社員の中でも、感動して夜泣いちゃいましたみたいなメンバーもいたりして、はい、ありがとうございます。本当にこう我々も素敵な絵でこれを、まあ、6周年のイラストで使わせていただくっていうのはすごい嬉しいなというふうに、思っております。でこれちなみにこちらがラフの絵ですね。そうラフですね、はい、うん、なんか私は本当絵に関しイラストに関してはもう素人なんですけど、はい、見た時にこれもうラフって言われてるけど完成形じゃないみたいな気持ち本当ですか。もう全然これよりなんか良くなるのみたいなのをちょっと思ったりしていて、これはやっぱりラフの時と今ちょっと先送りしたりしますけど、こう構図は一緒なんですけど虹のこうカーブがちょっとできたりとか、あと山とか結構書き込みされてるんですね。はい、こんな感じで山はふわっとしてるんですけど、これはまあラフっていうのはもうこのレベルまで、そう、僕は基本的にカラーラフを作ってるので、まあ、こんな形の方が、まあ、そのイメージが想像つきやすいかなと思って、うんうんうん、いつもこんな感じでお出ししてます。なるほどなるほど、で、まあ、描いていくうちに虹の色が結構こういう感じになったりとか向きもちょっと変えてみたりみたいな感じ。そう、これは結構大変で、そのなんていうんでしょうかね、そのイメージとしてはそのボートがこう遠くに行く高層波っていう何ていうか、ね、その軌跡、水面できる闇のパターンを、まあ、書いてほしい、まあ、強調してほしいって話を伺って、うんうんうん、それをなおかつその華やかにカラフルにしてほしいっていうふうに言われたんですけども、その、まあ、高層波自体が色がないんですよね。あ、まあ、波なのでね。そう、はいはい、パターンが、まあ、色がないものを色をつけるってのは結構難しくて、いろいろ描いたんですけども、あんまり着地がうまくできなくて、うん、やっぱりそこで思ったのはその現実にないものをその現実的に描くっていうのは結構無理があるなって思って、だったらそのイラストなのでイラスト的な表現というか、うんうん、現実ではないんだけども、まあ、こういう感じでそのいろんなグラデーションがあれば今までのその6年間っていうそのそういう積み重ねを表現できるかなと思ってこんな形に、はい、しました。ありがとうございます。なんかコメントでもすごいとかエモい素敵なイラストですね、ありがとうございます、ラフの完成度も違いますねとか、私も今チャットでもあるんですけど、このちょっと泳いでる魚が結構好きだったり、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、なんか可愛いなっていうか、あとなんかこうコンパスならではみたいな小ネタみたいなのってもしあればご紹介いただきたい。なんかそれ一応その、まあ、投資だとかお金に関する、まあ、サービスなので、うん、いろいろ考えたんですよね、そういったイメージを、はい、でもなかなか絵にその入れるっていうのが結構難しくてそうですよね、例えば貝とかってお金のイメージなんですけども、うんうんうん、昔は貝使ってましたよね、お金として。なかなか貝って入れられないし、やっぱりこの絵の中にこう、まあ、違和感なく入れられるものとすると、先ほども話したんですけれども灯台がやっぱりその道しるべっていうイメージで入れて、 あとは奥に左側に、まあ、いるんですけども鶏を入れたんですよね、卵、金の卵を産んでいる、うんうん、金の卵を産む鶏っていうのがこれです、ね、まあ、そのお金とかそういう、まあ、イメージに近いのかなと思って、何かしら意味があるそういうものを入れた方がより、まあ、含みが出るのかなと思って、うんうんうん、はい、書かせていただきました。
これは言われるまで我々も全く気づかずこうなんか裏話ありますか、はい、みたいな話をしている時に、ね、あのここに金の卵はなるほどって形で結構オンコンパスとサービスの絵としても、まあ、結構こだわって書いていただいたと、はい、あのぜひですねあのオンコンパスのウェブサイトに特設サイトもございますのであのいろいろゆっくり見ていただければこうもしかしたら発見があるかも、はい、私も知らない発見があるかもしれないですね、はいまあ、色合いが素敵ですね ありがとうございますとコメントもいただいております。はい、まあ、いろいろ今あのチャットでご質問いただいたりしてますけれどもこちらもあの最後まとめてご回答いたださせていただく時間とかも作りたいなと思いますので、ここであのそもそもオンコンパスオンコンパスって言ってるけど6周年迎えたって言ってるけどオンコンパスってよく分かんないんだよなっていう方もいらっしゃると思うので、簡単にちょっとオンコンパスのご紹介をさせていただければと思います。はい、まずオンコンパスとはというところなんですけれども自分だけのプランがで運用できるオンラインの資産運用サービスというものになっておりまして、まあ、どうやって自分だけの資産運用プランを作るのということなんですけれどもこちらあのスマホや PC で質問に最大13問ですかね13問質問に答えるだけで、プラン提案をさせていただいております。でプラン提案自体は無料で特に個人情報とかあの入力する必要もないので、アクセスしていただいて、質問に答えていただければあのすぐにプランを作ることができます。でプラン あの提案画面で分かることなんですけれども、運用戦略と資産配分預金との比較、プランの実現可能性といったものが、提案画面で、こちらから提案させていただくような内容になっております。こちら後でですね実際に東京メロンボーイさんにも無料体験をやっていただいて、結果のお話なんかをさせていただければなと思ってます。でそのプランを作った後どうするんですかという話なんですけれども基本的には専門家にお任せというようなサービスになっておりまして、専門家がそのプランに沿って、運用しますのでお任せって言っても専門家が好き勝手に運用するわけではなくてそのプランに沿ってそのプランにのっとった形で運用していくような形になります。で実際にはあの世界への分散投資でリスクを抑えた安定的な運用を行うようなサービスですので、まあ、すごいこう、まあ、ボラティリティがあるというかその何というかな、すごくめちゃくちゃ資産を増やしますというよりも、まあ、目的とかプランに沿ってあの安定的に増やしていくことを目指している、まあ、そういったサービスになります。はい、で、どんな人におすすめなんですかという話なんですけれどもこちら商品選びが例えば難しい投資信託とかって言っても、まあ、結構な本数ありますし、上場している株式選ぶのにもやっぱり4000以上あったりとかするのでなかなか商品選び難しいというふうに思われている方ですとかあとは将来に備えるお金を準備したいという形で老後の資金だったり住宅購入資金だったりあとは教育資金なんかを、準備したいという方あと、個別株やられている方ですね。で、やっぱり選ぶの難しいとどの株が成長するのかちょっとやっぱり選びきれませんとかそういう投資のタイミングですよねとこういう判断するのが大変なんだよねっていう方にも結構お使いいただいているようなサービスになっております。はい。で、この後ちょっとメロンボーイさんに無料体験をお試しいただきたいと思うんですけれども、6周年、迎えましていろいろこうサービスも成長しておりましてですね例えばお預かりお客様がお預かりしているあの運用の資産残高でなんですけれどもこの1年間で 160% になっていたりとか、1年以上続けた方の運用損益がプラスの方は 99.9% ということで、まあ、1年以上続けていただいた方はほぼ全員がプラスになっているというような結果もございます。まあ、とはいえこの、まあ、どちらかというと10年20年30年あるいは50年ぐらい続けていただきたいようなサービスなので、まあ、1年以上って言ってもあれかもしれないんですけれどもこういった結果になっております。はい、であとは魅力を感じる点としましてはやっぱり専門家にお任せできるということをお客様から非常に評価いただいておりまして、2位としては、まあ、下振れリスクを抑える、まあ、分散投資してくれるっていう形のところもあの興味をいただいて評価いただいています。あとは意外と魅力を感じる点としていただいているのはプランの変更がいつでも無料というところでこういうのってプラン決めて契約するともうずっと変えられませんみたいなサービスももしかしたらあるかもしれないんですけれどもそうではなくて例えば人生プランとか積立額とかなんかそういうのって結構プランって
人生プランって変わっていくものなので、必要なお金とかも、まあ、そうした時にプランの変更っていうのはいつでも無料でできるっていうのが魅力に感じていただいている方も、まあ、多いのかなというふうに思ってます。はい、といった形で、簡単にサービスのご紹介をさせていただきましたが、ここで、実際にメロンボーイさんの無料体験も、試していただければと思いますので、画面を切り替えていただければと思います。はい、じゃあまず今いろいろご質問いただいてますけど、後ほど回答させていただきますのでお待ちください。じゃあ一旦メロンボーイさんには資産運用プランを作っていただきたいと思いますので、はい、こちらで画面に沿って、今日は私代行で操作をさせていただきますけど、皆さんお手持ちの、デバイスでやっていただけますので、後でお試しいただければと思います。まず質問、どのように資産運用を行いたいですかということで、まあオンコンパスで目標がある方は目標を決めてやっていただくことをお勧めしているんですけれども、実際今って目標とかってあったりするんですか？まあ、なければ大丈夫なんですけど。そうですね、そのイラストレーターを目指した時っていうのは、そのイラストでお金を稼ぎたいっていう収入を得たいっていう気持ちがすごく強くてあったんですけども、今ある意味そういう目標を達成している、まあ、一応状態なので、まあ、なんかそういう次の目標みたいのがあればいいなっていう、まあ、感じですね今は。はい、今特に目標ないけど、今後何か目標を見つけていけるかなという。そうですね、はい、まあ、お金に関する目標もそういう意味で言うと、なんかあれですよね、こう特に例えば自分のアトリエを建てるために、鎌倉にアトリエを建てたいとか、そういうのも今のところはあんまりないんで。あんまりそうですね、ピンとこないですかね。わかりました、うん、じゃあまあそういった方はですね、一番上に目標金額を決めずに運用して貯めたいとかっていうのがあるので、はい、こちらをまあ選んでいただければいいかなと思います。で、現在の年齢を教えてくださいということで、非公表であれば架空の年齢で大丈夫なので教えていただければと思います。はい、28で。はい、ちなみに私もこれが本当に架空なのか現実なのか分かりません。で、最初にいくらから始めたいですか、はい、ということで、まあ、これ、はい、今お手持ちの、まあ、貯金だったり預金だったりから、うん、初めにいくら投資されたいですかという質問なんですけれども。ああ、そう、初めにこう、はい、1000円からでもいいです。あ、そうなんですか。はい、これいっぱいやった方がいっぱい返ってきますか。そうですね、基本的には初めにある程度お手持ちの資金があるのであれば、多く入れていただく投資効率はいいというふうには言われていますね。これってその平均ってこれぐらい皆さんやってますみたいなのって分かったりしますか？初回で言うと結構評価いただいているというか、100万円ぐらいから始めていただく方が結構多いんですけども、でも中には10万円からとか5万円からとか、私はね50万円から始めましたね、貯金から。なるほど、じゃあ僕も50万円で。わかりました、はい、50万円で。はい、で毎月の積立額ですね、なかなか、はい、こう収入も結構波がもしかしたらある職業かもしれないんですけれども毎月積立とかをされるのであればいくらぐらいかなとかってあったりしますか？はい、そうですね、これもやっぱりたくさんやった方がいっぱい返ってくるんですよね。まあ、そうですね、はい、そういう、うん、10万円で。お、結構、まあ、でも10万円って方も結構いらっしゃいますね。あ、10万多いかどうかちょっと分かんないんですけど、平均はでも3万円ぐらいです、ね、あ、そうですか。はい、はい、で、何年間運用しますかということで、これも長い方がいっぱいですよね。長い方がお勧めしておりますね。じゃあ20年で。はい、で、あなたの投資経験知識を教えてください。金融資産は預貯金等が中心で、投資経験や知識はあまり豊富ではない。株式や投資信託への投資経験があり、ある程度の知識がある。投資経験知識は豊富である。あれ、メロンボーイさんで投資、今日投資 のチャンネルに出ていただいて、投資経験ってどうなんですか？まあ、興味はあるんですけども、そう、知り合いに聞いてやらなきゃやろうと思いつつ、なかなかできてない感じですかね。なるほど、じゃあ一番上ですかね。そうですね、はい、はい。で、次にどのような目的に使う予定ですかということで、住宅、将来の生活費の一部として充当する、住宅購入や教育資金など使い道を決めている、将来のゆとりある生活のために使う、特に使い道は決めてない、余裕資金。まあ、特に決めてないですかね。なるほど、はい、特に決めていない。はい、次は今回予定している初回投資額があなたの金融資産全体に占める割合は、
つまり、これは50万円が、全資産のうち何パーセントですかっていう形なの、これも個人的なちょっと部分にあれなので架空の、はい、設定で大丈夫です。あ、まあ、50% 未満で、はい、分かりました。で、今回投資を予定している資金の原資はどれですか。預貯金、給与、金融商品の売却償還、臨時の収入、退職金、その他ってことですね。まあ、その、まあ、元でっていうかそのお金のその出所ですよね。はい、あのどこからですか。あ、その上の預貯金、給与で、預貯金で、はい、で今後の収入や資産状況に対する見通しは不安を感じる、やや不安を感じている、不安を感じている、まあ、やや不安を感じているですかね。はい、ありがとうございます。今回の投資ではどのような点を重視しますか。リスクは最小限に抑え、元本の安全性を重視する。どちらかといえば収益性より元本の安全性を重視する。どちらかといえば元本の安全性より収益性を重視する。リスクがあっても収益性を重視する。うーん、難しいですね。まあ、難しいですね。これハイリスクハイリターンかって話ですよね。そうですね、はい、安定的な、基本的には安定的な、資産運用を行う中でも、まあ、どういうふうなものを重視したいですかっていう、お気持ちを聞くっていうことですかね。なるほど。じゃあどちらかといえば元本の安定性よりも収益性を重視したいなと思います。はい、こちらですね、はい、でもし市場が大きく下落した場合に投資を続けますか、はい、不安なので運用の終了を検討する、しばらく様子を見る、チャンスと捉えて追加投資をする。これも、まあ、まだ投資やられたことないと思うので、あくまで自分だったらもしどうかなっていう。そうですね、途中でやめることもできるもちろんってことですよね、はい、大きく下落した場合、そうですね、やめます。じゃあこちらですね。はいはい、じゃあこれで、もうプランの内容が出ておりますので、おすすめ資産運用プランを見るというものを押すと、まあ、プランを見ていただける。はい、はい、で Your プランということで、まず、運用戦略なんですけれども、こちら積極バランス型ということで、これ8段階あるんですけれども、8分の6ですね。収益性重視の方が8で、安全性重視がまあ1に近くなると安全性重視になるんですけど、どちらかというとまあバランス重視のちょっとだけ収益性重視みたいな形になっております。で、これな、この戦略の、資産配分の比率の一覧なんですけれども、国内株式が 12%、 外国株式が 47%、 国内債券 2%、 外国債券 33%、 国内リート0%、 外国リート 4%、 その他 1%、 現金と 1% という形で、これが、資産配分になってまして、こういった形で国内外の、資産に、投資を行います、はい、でこれって状況によってどんどん変わっていったりするので、この20年今選んでいただきましたけれども、20年間ずっとこれでやるわけではなくて、3ヶ月に1回見直しを行って、その辺もプロがまあ、ロジックで金融工学に基づいて計算して、こういうバランス型にちゃんと6番目に保てるような形で、調整をしていくような、まあ、そういったものになります、はいはい、で、預金と比べた場合の運用効果ということで、20年後に2430万円の投資総額がオンコンパスで運用する場合、なんと3686万8000円になる可能性がありますという。これはあくまで投資なので、やっぱりなる可能性がありつつ、預金の場合だと、まあ、さっきの月10万円積み立てていって、20年後には2430万円になりますという形で、こういうプランになっておりますということで、こうプランのサマリーなんですけれども、初回投資50万円、毎月積み立て額が10万円、で、投資総額としては2430万円なんですけど、これが20年後には3600万になっている可能性がありますと。で、それどれぐらいの可能性なんですかって話そこですよね。ですよね。いや、それ口で言うのは なんかいくらでも言う可能性はあるでしょうって話なんですけど、これ実はどれぐらいかというと、堅実なプランということで、このプランが実現する可能性って 80% なんですね。これはもう金融工学で計算をして出させていただいているものになるんですけれども、まあ、先ほど冒頭にもお話ししたように、こう安定性重視で、お客さんにもそんなにハイリスクな、リスキーな資産運用を行っていただきたいと思っているわけではなくて、どちらかというと安定的に増やしていって、うん、まあ、その将来の使うものに使っていただきたいなと思っているので、こちらも実は 80% 以上のプランでないと契約できないという
形になっております。あ、そうなんですね。はい、なので、まあ、平たく言うと100回やると80回3600万になります。すごいいう形になってます。でこちらがそのプランの将来予測なんですけど、実はですねこの赤い線を見ていただくと 20% の確率で6498万円以上になる可能性、まあ、あくまで 20% なので あまり期待せずにっていう形なんですけど、あの 50% で4894万円になるというふうに、将来の予測がされていました。なので、まあ、これをほったらかしでやっておけばこういう分布というかこういう確率でこれぐらいになりますよといったものになっております。はい、で、この下にですねこう初心者の方は特にそうだと思うんですけども、これ元本割れの確率ってどれぐらいあるんですか。はい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 、やっぱり減るの嫌じゃないですか。嫌ですよね。うんうん、でそれもちょっと選択肢によって出ない場合もあるんですけれども、投資元本を下回る確率ということをここの下の方に書かせていただいてまして、今回のプランだと 2% うーんなので、2% 確率で、ちょっと元本を下回ってしまう可能性がありますいう形なので、まあ、もちろん、こういうここをちゃんと確認していただいてですね、始めて、まあ、必ずしも絶対3600万円になるよっていうお約束のサービスではないんですけれども、こういう形で、元本割れの確率も見ていただいて、始めていただきたいなっていうのは、まあ、我々のなんというか本心というか、はい、うん、やってからなんかこんなつもりじゃなかったけどなんかコンパス最低だなって思われるよりは、うん、先にちゃんと願望まりの確率とかも、まあ、示しさせていただいて、うん、サービスを納得いただいて始めていただくのがいいかなと思ってまして、うん、でこの資産用プラン気に入らないところがあれば何回でもやり直していただけますので、自分が気に入るプランといったら変ですけれども納得のいくプランで運用を始めていただけるようなサービスになっておりますが、どうですかね、どうもあれなんか率直な感想をちょっと、できれば損はしたく僕はないのでさっきのお話で言うと 98% の場合は 98% はそのかけたお金よりも上ってことですよね。そうですね、はい、なんかだいぶ得なように感じるんですけど、まあそうですね、そうですね、2% になるもちろん可能性もあるので、もう仮に、まあ、すごいなんていうかな、まあ、ないと思うんですけども、はい、仮にオンコンパスっていうサービスが終了しちゃった場合ってどうなりますか、このお金っていうのは。このお金はもし、終了した場合はその時点で、うん、売却されて、うんうんうん、お返しすることになると思います。なのでその時に大恐慌とかのことじゃちょっと、うんうん、まああれですし、その時に逆にすごいいい調子だったら、まあ、それに返ってくるっていう形にはなりますね。初めて聞かれた質問でした本当ですか。なんか心配だ、なんか全然その分からない世界なので、うん、なんかそのそうですよね、少しでもそういう不安とかをなくしたいなと思って、うんうん、すいませんなんか言っちゃって、あ、いいえ、とんでもないです、まあ、そういうふうに思われる方ももちろんいらっしゃいます、うん、まあ、一応6年間続けてこれたサービスだったりしますし、うんうん、まあ、多くの方がやっぱり実績としては1年以上続けた方っていうのはほとんどがプラスの収益になっているっていうところは、うん、一つご検討材料の人、うん、なんかすごい私進めてるみたいになってます。いやー、なんか話聞く分すごくいいことしかちょっとこうあんまり感じないんですけども、はい、逆になんかそういう良くないリスクとかってありますか。そうですね、良くないリスクっていうのがやっぱり途中でやめてしまうっていうのは結構良くないリスクとしてはあってですね、うん、今20年結構オンコンパスって長期の投資で考えているので、うん、短期的にはやっぱり元本下回る時点っていうのはどうしても出てきちゃうんですね。あ、なるほど。でそこでやめてしまうと、うん、20年ベースで見るとあくまで 80% の確率でって話なので、うん、そこでちょっと弱気になって売ってしまったりするともうそれは損失確定してしまうので、長く続けられる、長く続けてやっぱり10年20年続けるっていうことを何よりやっぱり大事にして、うん、行きたいかな、行っていただけるのが多分こう結構ベストなところ。やっぱり途中で売却とか一部の売却とかもできるんですね。100万円運用していてちょっと値下がりしたから20万円売っちゃおうとかっていう方もいるんですけど、やっぱりそういうことをやると意外と
20年とか見るとその人だけ損してしまってたとか、ね、まあ、あったりするっていう形で、結構その続けていくってことが意外と難しいのかもしれない。あ、じゃあもう自分が無理がない範囲でお金をのが一番いいって感じですかね。だから初心者であれば50万円投資してもいいんだけど、初めは10万円で投資道具とか積み立ても少ない金額で始めておく、ね、はい、なんかこれぐらいだったらいいかっていう金額ってあるじゃないですか、なんでそういうので始めていただいて、あ、なんか大丈夫だな、慣れてきたなって思えば、後で追加投資とかも全然していただけますし、プランの変更も途中で可能なので、その時に本プランっていうのは変ですけど、気に入ったプラン、納得いくプランで、よし、オンコンバス信用してみるかっていう形で始めていただくっていうのも全然、まあ、試しにやってみる、徐々にこう増やしていくってことが全然できるってことですね。はい、そうですね。でその時もプラン変更、先ほどお話した通り無料なので、なんかその辺は自由にというか、はい、非常にその始めたことない方にとってやっぱりタイミングってどうなのとか、何選んでいいのとか、そうですよね、これ信頼できるとか、いろいろあると思うんですけども、本当になんかそういう方にお勧めできるサービスですし、意外とですね、実は経験者の方も多く使っていただいたりしているので、今日ご覧になっている方、経験者、投資バリバリやってるよって方もいらっしゃると思うんですけど、意外とですね、投資経験者の方にも多く使っていただいているっていうのが、 85% が実は投資経験者の方、あ、そうなんですか、使って評価いただいているので、投資バンバン私できるからいいよって思われている方も、一度お試しいただくと、意外とお任せのストレスがないものとか体感いただけるんじゃないかなとかっていうのはちょっと思ってますね。ありがとうございます。ぜひご検討ください。はい、ありがとうございます。はい、ご立党、はい、ご紹介する、きました。はい、ありがとうございます。はい、まあなんか初めはイラストの話から始まる、はい、なんかこういつ投資の始まる話になるんだろうみたいな形でしたけれども、まあ最終的には結構いろいろサービスを試していただいて、はい、どうですかね、なんかあんまりこういうセミナーに出られないっていうか、そうですね、あんまりそうですないですね、なんかすごい落ち着いてお話しされているので、いや、流れさんがすごく進行がうまくて、いやいやいや、そんなことも本当に助かりました、ありがとうございます。で、まだまだ時間がまだ少しありますので、いろいろご質問に、回答していければと思うんですけど、まずこうイラスト関係とかでいくとですね、作品1作品にどのくらい時間かかるのですかという質問をいただいております、ね、そうですね、ものに本当によるんですけども、まあ、理想は、まあ、ラフを、まあ、仕上げラフの、まあ、OK をもらってから、そうですね、2、3日ぐらい仕上げたいなとは思ってます。なるほど、2、3日なんですね。だいたいそれぐらいあれば回るかなって感じですかね。はい、いや、なんかそうなんだなって、私が逆にこうよくわからない世界なので。なるほど、結構デジタルで書かれてるんですかね。そうですね、僕は基本的にそうです、デジタルが全部書いてますね、はい、フォトショー、イラストレーター、あー、僕は、iPad と、Mac を使ってて、フォトショップも使ってます。だいたい iPad で7割ぐらい書いてから、Mac の方に持ってって、フォトショップであと仕上げるって感じが多いですかね、はい、さっきじゃあオンコンパスの6周年 のラフのものも、なんか初めはラフのところはこうペン、多分ペンで書いて、そう、ラフ、そう、ラフは、マックなんですよね。ラフはマックで書いて、あ、そうなんです、仕上げの時にそれをその、まあ、清書って言いますか、それを、まあ、iPad の方で書いて、それを7割ぐらい書いてから、ほんと最後の仕上げを、フォローショップに持って行ってやるのが僕は一番やすいかなと、はい、行ったり来たり行ったりなんですね。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。あとはですね、に関して言うと、メロンボーイさんで検索しましたっていう方がです、どれも絵が素敵すぎますと、販売もされてるんですかと。いや、特にしてないです、ね、あ、そうなんですか、はい、もったいないというか、そう、そう、イラストの仕事がやっぱり僕は好きなので、あんまり販売っていうよりも仕事化したいなって気持ちが、はい、多いですね。ちなみに個展とかって企画とか、個展もやらないですね。あ、僕デジタルで書いてるので、あんまりその展示っていうのはあんまりピンとこなくて、はい、はい、なるほど、そうなんですね。なんか個展とかやって販売とかされてもね、結構売れそうな感じはしますけども、はい、デジタル個展みたいな、デジタル、それはでもそれホームページか、見て、ね、そうですよね。そうですよね、やっぱモニターが一番綺麗に見えるかなっていうのがありますね、NFT アートとかで
ああいうその所有してもらうとか。あんまり今のところ興味はないですなるほね。ど、なる一応ほど。そういう、まあ、注視はしてはいるんですけどはい。も、そんなに今のところそんなにそうですね、な手をる出そうほど。かと思ってないですね。なるほど、なるほど。確かにそうですね。デジタルとかと古典とかってまたちょっと違う感覚にそうなっでてすくるんですかね。ね。やってる方もいらっしゃるんですけど、僕はあんまそんなに興味はないかななっるほてど、感なるじでほすど。ね。はい。追加でご回答ありがとうございます。さっきのオンコンパスのやつもラフから2、3日でやったんですあれはでか？すね、結構修正がありまして、なるほど。 そうですね、まあ、仕上げはまあそれがかかるんですけども、それからこの修正があったりとかいろいろあって、そうですね、まあでもまあそれぐらい、まあ、4、5日ぐらいですかね、できたらいいなっていうのは、まあ、仕事自体はもっと長く、まあ、ロングスパンやってはいるんですけども、まあ、書くっていうだけにまあ焦点を当てるとそれぐらいですかなね。るほど、なるほど。まあなかなかね、お仕事でやってると、こうクライアントの意向でちょっと、まあ我々もご迷惑をおかけ、そんなそこれと我な々い。もすいまそせん、のなん死か後僕日ちょっに力加尽担きしてで。るのかと思うと、ちょっとあれなのかもしれないですけど、ありがとうございます。じゃあちょっと今ごめんなさい、ちょっと追い切れてないところもあるんですけど、オンコンパス関係のご質問も結構いただいているので、いくつか回答していきたいと思いますけど、運用タイプは何パターンあるんでしょうかというご質問をいただいてました。これは、8パターンですね。8段階から、ご提案させていただいて、質問に応じて、最適な戦略をご提案させていただいているという形になります。あと運用タイプっていうと、貯めていくだけではなくて、実は、引き出すタイプとかっていうのもあって、例えばもう退職金を結構、まあ、お持ちで、例えばそれを使っていくんだけど、貯金から引き出すんじゃなくて、運用しながら引き出したいみたいな、定期運用しながら引き出しみたいな形で、いうようなプランを作ったりすることもできますし、その貯めてから引き出すまで見るっていう、そういうプランも作ったりできるので、いろいろサイト上でちょっと試していただけるとよろしいかなというふうに、思っております。で、まあ、あとはそうですね、元本を下回った時はどういう対応がベストですかということで、これ、一時的なものであれば、やっぱり長期で、まあ、続けていただくっていうことで、まあ、見ないようにするとか、忘れたことにするとか、まあ、逆に言うと忘れたことにできるぐらいの金額で多分始めた方がいいと思うんですけど、そういうことがいいかな。まあ、20年間絶対にそういうタイミングもありますからね、20年30年とか運用するうちは、まあ、そういうふうにしていただけばいいかなと思いますし、その、まあ、トータルで最後に2%の確率の元本割れしてしまったっていうのは、まあ、こう正直そこは投資の自己責任というか、預金とのやっぱり違いというふうに認識いただくしかないかなというのが正直なところではありますね。はい。で、事前にどなたか相談にできるんですかということなんですが、これ、オンコンパス基本的にオンライン完結のサービスになっておりますので、プランを作っていただく、お問い合わせのサポートのところあるんですけど、これ資産運用のサポートではなくて、使い方のサポートというのはあるんですけれども、基本的にはご自身でプラン作っていただいて、その分こう、担当の営業員とかがいないので、まあ、手数料をなるべく安くご提供できているというようなサービスになるので、まあ、そういったところはちょっと、ある意味ご自身で、質問に答えていただくっていうことが、まあ、サービスの特徴になっております。で、あとはちょっとお待ちくださいね、追い切れないですね。もうすごい、そうですね、相談、オンコンパスどこからシミュレーションできるんですかということで、まあ、マネックス証券の口座をお持ちの方はログインしていただいて、タブの上のメニューのところにお任せ運用っていうのがあるので、そこから無料体験に行っていただけます。で、マネックス証券に口座ないよっていう方は、オンコンパスって検索していただければ、おそらく上の方に出てくると思いますので、そこからプランを試していただけるかなというふうに、思っております。あと、マネックスカードに積み立ては残念ながら現時点ではできません。はい。
で、まあなんかちょっとあれですね、なかなか、マネックス証券の口座で運用されるのですかっていう質問があったんですけど、マネックス証券の、口座で、運用、いただけるというか、オンコンパスってもう運用に特化した仕事をやっているので、入金業務とか口座管理業務とかっていうのはマネックス証券の方にやっていただいているので、マネックス証券の口座も開く必要があるというようなサービスになっておりますね。とか、まあ、あとマネックス証券以外の口座管理金融機関さんの、口座を開いて、実際に実施することも可能です。あと結構メロンボーイさんの、あれで言うと、すごいですね。なんというか、最後ちょっと、オンコンパス1個だけ手数料どれぐらいですかという話が出たので、これだけちょっと最後オンコンパスの回答にしたいと思うんですけれども、お預かりしている資産に対して年率1%、1.0075%を、頂戴しています。で、これ別途支払う必要はなくて、評価額っていう表示される金額はもうすでにその手数料を引いた金額を表示させていただいてますので、どこかに振り込みとかは必要なくて、まあ、運用している間はずっとお任せで、手数料どこかに払ったりとかもなくて、もう日々手数料を計算して1%を日割りしていただいておりますので、まあ、そういった形の手数料になっております。はい。で、結構メロンボーイさんいろいろご質問が来てまして、はい、作品集とか出せばいいのにとか、額に入れて自宅に飾りたいですと。ねえ、ありがとうございます。はい。いうとか、あとどういうイラストが得意ですかっていう。どういうイラスト、そういうイラスト、そうですね。僕はあんまりそういうのって、そうですね。まあ、来る仕事は全部やるって感じでやってるので。そう、やっぱりその自分で書くとなると、やっぱり得意好きなものとかを書くがちなんですけども、今回も仕事で絵を書くことになると、その自分が普段書かないものだったり、そういう苦手なものを書かざるを得ないんですよね。でもそれって、そうすることによって絵の幅が広がるというか、それがやっぱり仕事のすごくありがたいことかなと思ってます。はい。なるほど。ありがとうございます。客観的に、まあ、素人の私から見ると、本当に今回お願いさせていただいたのも、非常にあったかみがある絵が多いなっていうのは、こう客観的な印象で、なんかこう落ち着いた大人ながらもあったかみがあって、すごい素敵だなと思いましたし、なんかオンコンパスにすごい合うなと本当ですか。思って、よかったです。私個ありが人ととうございしてはます。そういうはい。感じなのかなと思っておりました。はい。で、そうですね、ちょっと残り時間が迫っているので、最後、東京メロンボーイさんは弟子を取るとか授業などはしているのですか？いや、特にないですからね。僕も全然勉強中なので、はい。なんかオンライン授業とかもされああ、てそる。んなんや、ちょっとですね、ありますね。ちょっと、はい。それは、そういうサービスは、はい、ちょっとやってはいるんですけども、はい。それって検索しては誰も。出ますね。はい。ちなみになんなな。コロソっていう韓国のサービはい。スに、僕は、イラストレーションの講座がありまして、なるはほい。ど。それでやってますね。はい。有料の講座っていうそう感でじすですかね。ね。はい。コロソっていうことですね。はい、ぜひご参考にしていただければと思います。ご質問本当にいろいろいただきありがとうございます。こんなにコメントいただけると思ってなかったので、非常に嬉しく思ってますし、オンコンパス興味持っていただいた方は、ぜひ無料体験だけでも、まあ、試していただいて、興味持っていただければ、運用を始めていただければなと思います。はい。じゃあ、次回ですね、これ実は全3回を予定しておりまして、次回のゲストはタパゾウさんという、米国投資家の方になります。イラストレーターから米国投資家という すごいな すごい、次はなんか投資人がすごい、まあ、密接な方ゲストをお呼びしてという形で、またちょっと違った内容になると、まあ、オンコンパスの紹介はもしかしたら一緒に近いものになるかもしれないんですけれども、まあ、ブログとか YouTube とかで非常に面白いお話をされているタパゾウ氏と、をゲストにお招きして、10月の21日金曜日、同じ8時か、夜8時から、開始をいたしますので、また今日見ていただいた方も、ぜひもう一度ご覧いただければなというふうに、思っております。はい。いや、そうですね、そろそろ時間になりますので。
本日は、はい、まあ今日なんかこうイラストから始まってマネックス証券が主催するセミナーとしてはかなり異例なものになったかなというふうに思うんですけども、結構皆さんあのイラスト見ていただいて、私も本当に素敵なイラストを本当に見させていただいていいなと思って、なんとなくこうイラストって今まで自分が関係なかったけども興味の幅を広げるという意味でも、うん、あの投資を聞きに来た方が多くいらっしゃるかもしれないですけど、なんかこうこれをきっかけにいろいろイラストって面白いなって思っていただけたりすると、なんかすごく私もなんか嬉しいなというふうに思いますし、まあ、一方であの後半オンコンパスの紹介させていただきましたけれども、実際今日投資経験がないというあの東京メロンボーイさんにも試していただきまして、はい、まあ、あの非常にその出身投資未経験者ならではの感想みたいなこととか、今日そういう方も多分ご覧になられていると思うので、うん、まあ、こういうサービスなんだなというふうにあの興味を持っていただけるいますと、まあ、非常に嬉しく思います。本日はあのメロンボーイさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではあの今回こちらのセミナー終了させていただきたいと思います。改めましてご視聴いただきました皆さんありがとうございました。こちらで失礼いたします。